ウィリアム・ゴパラワは、英連邦王国の自治領政論の最後の総督であり、独立後のスリランカの初代大統領である。1896年9月17日、イギリス領政論のマータレイにおいて、キャンディ王国の貴族に連なる名家の家系に生まれた。1926年のマータレイの市議会選挙で、政界入りを果たす。政論は、 第二次世界大戦を経て事実上の独立を果たすものの1972年の共和制以降までは名目上はエリザベス2世を女王に抱く英連邦王国の一員であり、ゴパラワは首相のシリマボ・バンダラナイケの使命により1962年から1972年にかけて総督としての任に当たった。 1972年の共和制以降により、スリランカが名実ともに独立すると、ゴパラワはそのまま初代大統領に就任した。ただし、当時のスリランカは議員内閣制であり、大統領は国家元首ではあるものの象徴に近く、その権限は限られていた。1978年にスリランカが大統領制に移行するとともに、ゴパラワは退陣ジュニウス。 リチャード・ジャヤール・ダナが第二外大,大統領へと就任した。ありがとうございます。